はい、どうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は水曜日、面白福祉の時間です。今日は日本のパラスポーツ向上のためにぜひしていただきたいことというお話をしたいと思います。私は今年はね、NHK 総合テレビ東京2020パラリンピック朝ナビに7日間出演させていただきまして、本当にもうもともとスポーツが大好きなのですごく幸せな8月を私は過ごさせていただきましたけれども、パラリンピック終わってしまいましたけど、私はこれからが大事っていうか、パリ大会に向けて日本のパラスポーツをもっともっと向上させるためにはやっぱり情報発信が絶対必須なのかなと思うんですよ。一番はやっぱりパラリンピックの時だけじゃなくて、できれば大きな大会、国際大会はせめてラジオかテレビで中継してほしいなっていうのが正直なところです。結局パラスポーツの場合、パラリンピック以外はなかなか中継されないからね。で、先日、車椅子ラグビー日本代表の今井智明選手とお話をさせていただく機会がありまして、もうスポーツ好きの私としてはとてもね、もう幸せなやはり時間で、もう大興奮でいろんなこと質問しちゃったんですけど、でやっぱりね、このもっともっとやっぱり中継とかしてほしいって思うっていうお話をしたら、やっぱりそうなんですよねっていうことはおっしゃってて、でこういろいろなね、こうテレビ局でパラリンピックの時に車椅子ラグビーはやっぱり銅メダルも取ったっていうこともあって、インタビューだったり選手をゲストに呼んだりとかしてたけど、でみんなで今後も応援しましょうねみたいなことを言ってるけど、言ってるのに今後どういうところで車椅子ラグビーを応援できますよっていうことはどこも報道してないんですよ。だからそれっておかしくないですかってちょっと私思ってるんですよね。だから中継はないし、でどういうふうに応援したらいいかも報道しないから、あれだってパラリンピック見てた人は今後も応援したいなってみんな思ってたと思うんですよ。感動もしたしね。だからすぐにね、例えば ここにアクセスしてくださいって QR コードでも出せばすぐみんなそこでね、その時にアクセスしたと思うんですけど、で車椅子ラグビーに関しては今井選手に聞きましたら、日本車椅子ラグビー連盟というのがあって、そこのホームページにいろいろ、そこのホームページからいろいろ情報を入手できますと。で YouTube チャンネルもあって、大会はね、試合中継 YouTube チャンネルで、知ってる時もあるので、ぜひそこを見てほしいということでした。説明欄に URL 載せておきますので、皆さんもぜひね、サイト、そして YouTube チャンネルアクセスして今後も応援してほしいなって思います。もちろん私も今後も応援し続けたいと思います。ということで今日はパラスポーツね、みんなで応援しましょう、今後も応援しましょうというお話でした。よかったらいいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。アナちゃんでした。